さんこんにちは、エンプラチャンネルです。ということでね、今日はクリスマスということで、昨日なんかね、豪華な食事なんか用意しまして、まあ、インスタとかブログとかね、YouTube のネタ的に、お料理作ってね、鶏のもも肉ですとかケーキですとかポテトフライですとかサラダですとかね、豪華に盛り付けたところで撮影のことなんかすっかり忘れて食べ散らかしてしまうというもう年だよね。当初の目的はね、YouTube の画像とかでね、いやこんなクリスマスらしいことしてますよみたいなことをお見せしようと思ったのに、作って並べた時にはすっかり忘れて、ただの楽しいクリスマスのお食事会になってしまっているというね。はい、本当に嫌になっちゃうね、年っていうのは取りたくないねっていうことで、毎年毎年相も変わらずこれですよ。我が家ではこれを毎年飾ってて、まあ、これのシリーズのね、ホリデーなんちゃらってシリーズかな、スターウォーズのハズプロのフィギュアだと思うんですけども、ね、国内販売されてたもんですね。これはね、これの C3PO と R2D2 ですとかジャワとかね、他のものをね毎年毎年ね購入しようと思いつつ数十年、来年こそこれ以外のものをね、なんとかしようなんて思ってても、本当にもう年だなっていうか、もう毎年毎年変わんないよねっていう、一度開けたいね、このどんなおもちゃ持ってるのかね、開けてみたいとこなんですけども、なんか開けるのもね、元に戻すのも大変だしみたいな感じでこのままですが、はい、そんなところでね、今日はね、これからアマゾンさんから、なんかね、物が届くみたいなんで、なんだろうってすごい期待してるわけ、多分ね、あれだと思うんでね、届いたらまた、続きをレビューじゃないですけど、続きをね撮影したいと思います。それではメリークリスマスです。はい、ということでね、届いたんですけどね、クリスマスプレゼント、いやこんな箱にペロペロって出てきて潰れるだろう、ね、箱なんか潰れちゃうんじゃないのと思ったらやっぱり潰れてました、ね。私としてね、今日ねザブングルが届くんだと思ったんですよ、モデロイドのね、そんなんでね、ニッパーまで用意してね、ちょっとねパチパチっと組んでるところでもちょっと撮ろうかななんて思ってたら、届いたのがあーこれかってやる。いやこれ来年届くはずだったものがね、なんか来年の1月の上旬とかに届くよって言ってたものが急に届いちゃいまして、いや私本当にてっきり今日ザブングルが届くもんだとばっかり思っていたら、これか、しかもすっかり忘れてました、こんなの買ったのね。いやなんだ、なんでこんなの買っちゃったんだね、これも箱もペコペコだし、これはこういったものが正しいのかな、これね、まあ、こういうプラモデルですから、まあ、そんなものかもしれないですけどね、なんで買ったんだろうな、これな。いや、プラモデル、まあ、ネタですからね、パーツも2つしかないっていう、パーツ2つしかないのにですよ、なんかこの箱の裏の方にですね、なんかね、パーツの請求についてとかね、ご注文カードとかって、これも全部ネタなのかななんてね、これご注文するんですかね、これね、A パーツ2200円かかります。2200円、これ部品請求すると2200円かかるそうなんですけどね、これ自体アマゾンで1000円で売ってたものなのに、なぜパーツ請求すると2200円もかかるのかが全く謎ですよ。なんか今アマゾンで1100円だから買ったのかな、なんかかなり安かったんで買ったんですけどね、1100円で買ったプラモデルの部品を請求すると、2200円ね、税込みかかりますよ、プラス送料がかかる、なんかこれ、いやもう一個買った方が安いじゃんって感じがするんですけど、定価いくらなんだろうね、箱見ても定価どうのこうのとかって全く書いてない、
いや、アマゾンでもね、なんか定価が5000円だったり、1万円だったり、1000円だったり、なんかめちゃくちゃなんですけど、なんかもう、いやなんか酔っ払ってる時に、ポチッとしちゃったんでしょうね、なんかすげーとかって言ってね、それがね、ザブングルじゃなかったわ、ちゅうとこで、今日届いたパンダ人間はね、これは作ると、裏の漫画にもあるけどね、なんか本当にこれはプラモと言えるのかなんて、私元ネタ全然わかんないもんですから何とも言えないんですけども、まあ、結構でもでかいですよね、メカゴジラと同じ、メカゴジラの大きさがよくわかんないとは思うんですけども、普通のソフビ、今日は普通のソフビ置いてないや、自分の成人置いたってしょうがないもんな、まあこの超合金のメカゴジラと同じぐらいのサイズですよ。そんなところで、メリークリスマスです。